問題1、ね、心臓と IBP の収縮化拡張のタイミングはどうなってますかってことです。これ改めて問われるとですね、あれどうだったかなって思わないですかね。はい、じゃあ心臓が収縮したとき IBP はどうなります。心臓が収縮したとき、心臓が収縮しました、 IBP の動きは、はい、心臓の収縮っていうことは血液を送り出すわけですね。心臓が血液を送り出すわけです。その時に拡張してたらダメでしょ。はい、なので心臓が収縮した時には IABP も収縮するんです。はい、心臓が拡張している時、それは IABP も拡張している時なんです。つまり心臓と IABP、 タイミングだけ大雑把なタイミングで言うとですね、心臓が収縮している時に IABP が収縮、心臓が拡張している時に IABP 拡張するということは同じ動きをしているということですね。心臓と IABP は同じ動きをしていると、まずここをですね、頭に入れておいてください。同じ動きをしているんだよ。シンプルにまとまって驚きました。今までで一番感動しましたと称賛されたセミナーで IABP を後輩に説明できるようになります。こちらのセミナーが書籍になりました。 Amazon で購入することができます。この書籍にはセミナー動画がついており、こちらの QR コードから読み取り何回でもご視聴いただけます。ここからお得情報です。谷口聡氏ホームページから書籍価格の 30% オフでこのセミナー動画をご視聴いただけます。詳細は説明欄をお読みください。IBP の効果って一体何がありますか。大体ですね、この6つ本当にそうですかっていうのをちょっと考えてみませんか。はい、心臓の動きは2つです。 IBP どうですか。 IBP の動きは収縮と拡張の2つなんですよ。 IBP の効果も2つしかないんですよ。何なのかっていうと、はい、拡張の時の原理、これがそのまま効果になります。そして収縮の原理、この2つしかないってことです。もう IABP は原理さえ分かってしまえば全てが解決します。まあ、合併症もそうですし、看護のポイントだってそうです。人に説明するときもこれだけ分かっていれば全て解決する問題なんですよ。本日のゴールです。この IABP が怖いっていうところからですね、もう IABP が得意だと人に説明できるというところまで入っていきます。 IABP を後輩にまで説明できますよと、今日このセミナーですね、そのレベルまで達していただけます。根本的な問題です。はい、問題の1、お手元の資料ありましたらね、そちらを見ていただければと。 IABP は原理が全てなんです。 IABP の原理はたったの2つです。はい、ダイアストリックオグメンテーションとシストリックアンローディング、これだけなんです。収縮と拡張しかしてないわけだから、これしかないわけです。 IABP は原理が全てです。こうですね、まず理解してくださいと、明日からですね、後輩に説明してあげてください。